まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだ。なあ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。首謀者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの。どうやら変わっちゃったみたいだね。情けなくて、翔太のヘナチョコに。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶碗がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶碗は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか、君たちにわかるかい？これを実現するのにかなりの力を費やしたのは、僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、全て価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんて、お得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで内部から攻め落とせるほどにね。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目はとてつもなく脆弱なものになるんだ。抵抗軍にいる君の友達のように、どんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高。